インンファンデルのニュースな用語今回の用語はこちら再生紙温暖化や砂漠化の原因の一つに森林の減少がある今回は再生紙の作り方ではなくなぜ再生紙が必要なのかを解説する紙は木から作る寒い地域の針葉樹と暑い地域の広葉樹の両方とも原料になる紙は8メートルくらいの小さな木1本でだいたい5 0キロ分できる 日本人は1年で1人200キロぐらい紙を使っているらしいから、50キロは1人当たりの3ヶ月分。だから日本人は8メートルくらいの木を1年で1人4本使っている計算になる。木によっても違うけど、木が8メートルに育つのに平均して10年かかるとすると、日本人は木が育つスピードの、なんと40倍のスピードで紙を使っているのだそりゃ木もなくなるだろう。仮に使用量の半分にリサイクルの腰を使ったとしても、 木が育つスピードの20倍のスピード。明らかに使いすぎ。使った分だけちゃんと穴埋めできる循環のことを再生産という。日本人が紙で再生産をするためには、なんと、紙を使う量を今の20分の1にするか、リサイクル率を100%にするしかないのだ。現実的には両方とも難しいから、日本人は世界的に環境破壊を進めている張本人ということになる。切った後植林するなんてのは当たり前。むしろどんどん木を植えて、 森を今の20倍の面積に広げて、陸地を森だらけにしないと、日本人のせいで世界の森はなくなっちゃう。みんなも紙を無駄に捨てるのをやめて、リサイクル率100%に近づけよう。以上、ニュースな用語でした。